どうも、くまです。いつもくまログ生活の山小屋を見ていただきましてありがとうございます。今回はですね、ガジェットプロジェクターの紹介です。エクシミがリリースしているこちらのホームプロジェクターですね、ホライズンの紹介ですね。私このホライズンをですね、6ヶ月間使用してみましたので、実際半年間使用して暮らしの中で感じた良かった部分だったり、ちょっとここはイメージかなっていう部分を合わせて紹介してみたいと思います。今買うプロジェクターを悩まれている方だったり、ホライズンともう一つ 4K 対応のホライズンプロあるんですけれども、こちらで悩んでいる方もぜひ参考にしてもらえればなというふうに思っておりますので、そんな感じでいってみましょう。はい、というわけで紹介していきます。まず基本スペックから紹介していきましょうかね。基本スペックです。価格はこのホライズンですね、129,800円となっています。で、筐体の大きさとしましては、縦横 20.8cm×21.8cm で、高さこの部分が 13.6cm となっています。で、重さに関しては 2.9kg、 約 3kg となってますね。まあ重たいわけではないけど軽いわけでもないっていうような感じの重さですね。で、肝心の解像度に関しては、このホライズンは 1920×1080 のフル HD です。もう一つのホライズンプロは 4K 対応になってますので、この倍の解像度っていう形になってます。で、ここも気になるところですね。明るさ、輝度に関しては2000アンシールーメンとなっています。で、入力端子に関しては裏側に全てポートがついてまして、HDMI が2個ついています。と、USB-A の 2.0 も2つついています。と、LAN とですね、クロームキャスト内蔵されてます。そして出力に関してはヘッドホンジャックが1つとオプティカルが1つという感じになってますね。で、静音性能に関しては 30dB 未満という形でメーカーの交渉になっています。まあ、30dB 未満というと深夜の郊外であったり、あとは鉛筆での執筆音とかですね、人のささやき声がそのぐらいというふうに表現されますね。そしてここのですね、光源タイプです。光源タイプに関しては LED を使用しています。で、光源寿命に関しては25,000時間となってます。長いですよね。1日4時間ぐらい見ても約17年間持つと言われるので、そういった光源に関しては、私も以前使っていたプロジェクターはエプソンのちょっと古い型だったんですけど、やっぱりランプの寿命とか気になるじゃないですか。ただやっぱり今の時代はこういった感じで LED なので、まあ、17年間持つって言ったらもう安心ですよね。そして内部には Android TV10.0 が搭載OS として入っています。で、内部にもう一つですね、スピーカーが配されています。これハーマンカードンのスピーカーがですね、内部に入っているような感じです。映像だけでなく音も品質よく楽しめるといった、じゃあですね、基本スペックの紹介でした。まあそんな感じで基本スペックとともにですね、デザイン紹介していきましょうか。これめちゃくちゃ感じよいですよね。プロジェクターはまあ個人的に大きくて白くて映画しか見れないっていうイメージが昔からあったんですけど、今の家電であったりこういったプロジェクターはそういった家電感っていうのがないですね。このアルミを切り上げたような洗練されたモダンデザインなので、これどんな部屋にもしっかりとマッチしてくれます。程よい高級感とスタイリッシュなこのキューブ型の筐体が暮らしの中でノイズを減らしてくれるというか、まあ、持ち主の所有欲もしっかり上げてくれますよね。そんなデザインになってます。はい。でですね、実際このホライズンをですね、使用してみて3つ、いいなと思った点がありましたので、それぞれお伝えしていきたいと思います。まず1つ目がですね、これ、機能的な部分なんですけど、台形補正とオートフォーカスが本当にこれ、優秀です。このホライズンは自動で台形補正がついてるんですよ。垂直水平ともに40度となっていて、ある程度ですね、スクリーン等からずれた場所でも自動でこれ画角をしっかりと合わせてくれます。これ本当に便利なんですよね。我が家は以前の動画で紹介しているように、リビングスペースはダイニングを除くと実質6畳ぐらいなので、投射距離の確保だったり、プロジェクター本体の配置が本当に難しい環境ではあるんですよ。で、ソファーの後方には置けないので、今後ろにあるんですけど、無印良品のサッキングシェルフの上から乗せて投射するスタイルをとっている我が家です。まあ、実質的には斜めから投射っていう感じになるんですけど、このホライズンはしっかりスクリーンの枠にグッと合わせて画角を調整してくれます。本当に優秀なんですよ。毎回適当な大きさにリモコン操作のみで合わせてくれるので、日常で使用してても本当にこれストレスないです。まあ、昔のプロジェクターだったら、こうでもないな、こうでもないなとか、据え置きの場所が決まってないと、毎回調整しなきゃいけないじゃないですか、自分で、手動で。そこがないっていうのは、感動を覚えましたね、今回は。ちなみに障害物があると、しっかりと避けて調整してくれます。これちゃんと認識してるっていうのがわかりますよね。こういった感じで人が邪魔してても、しっかりと避けて、その分だけ、こういった感じで調整してくるので、精度も毎回これかなり高かったです。いや、失敗したことなかったんじゃないかなと思いますね。で、
ズーム機能もついてます。ズームももちろんリモコンで操作可能なので、この台形補正含めてこの価格を合わせるっていう機能に関しては本当に優秀だと思いますね。ちなみにスペック数値から投射距離を測るとこんな感じの距離環境が必要になってます。まあ、60インチで 1.58m といった感じで、私の使っているのは100インチのスクリーンなので 2.65m が適正な距離というふうに言われています。まあ、ここは実際 2.65m はしっかり取れているので、ちゃんとした環境では見れてるっていうような状態ですね。で、加えてですね、リモコンでオートフォーカスもボタン一つで実行できるので操作はすごくしやすいです。まあ、以前使用してたプロジェクターがあのアナログのカチカチカチっていうダイヤル式で調整してたんですね。やっぱり人の手の感覚頼りだったので、まあ、的確な描写なのか、ここ本当にピント合ってるのかっていうような感じでつかみづらい部分はあったんですけど、これも本当にね、数秒で秒速で合わせてくれるんでめちゃくちゃストレスないです。といったようにですね、狭い環境でもうまく投射距離が取れない環境でも私たちユーザーのことを考えてしっかりと答えてくれるような機能が私魅力的だなというふうに感じましたね。で、そんな便利な機能性のもとに大事ですよね、鮮明な表現力、これも備えています。まあ、これが一番大事ですかね、プロジェクターといえば。このホライズンに関しては2200アンチルーメンなので、明るさも本当にスペック数値通り十分です。他のメーカーでも高価格帯であっても500から1000アンチルーメンにとどまる商品が多いので、そんな中で、まあ、決して明るいとは言い切れない仕様なものが多い中で、このホライズンはしっかりと鮮明な映像を描写してくれます。こちら今映像に映ってるのはですね、以前紹介した据え置きタイプのビビットストームの電動スクリーンです。まあ、スクリーンの性能にもよるんですけど、昼間でもホライズンとこのスクリーンを合わせればこの明るさで映ってくれるっていう描写性能になりますね。で、まあ、こちらの方が多いですかね。一般的な使い方としての夜間の視聴ですね。これにももちろんかなり満足してます。投影しても画質の荒さっていうのは特に個人的には感じることはなかったです。よほど描写にこだわるユーザーの方でなければ、これ快適に視聴することができると私は思いますね。まあ、もう一つランク上のですね、ホライズンプロあります。先ほど紹介しましたが、ホライズンプロはですね、4K 対応になってます。もちろん 4K は解像度の面で 3840×2160 なので、このホライズンより倍の解像度です。単純にもちろん当たり前です。綺麗です。綺麗だと思いますし、普段 4K のテレビなどを視聴している方は、プロの方がやっぱり満足するのかもしれないです。ただ、やっぱり価格もですね、それに伴い、ここの間ですね、7万円も高くなるんですよ、プロの方が。なので、家で映画だったり、ビデオオンデマンドを楽しむ程度であれば、めちゃくちゃなこだわりがなければ、私はもう本当にこれで十分だと思ってます。個人的に映画は少しマットな質感だったり、ザラつきがあってこそ味があるんじゃないかなと私は思ってます。映画めちゃくちゃ好きなんですよ。なんですけど、なんていうか、めちゃくちゃ鮮明でヌルヌルした映像っていうのが個人的にあんまり好きじゃないんですね。家電量販店の入り口入るとテレビコーナーあって、そこもうめちゃくちゃ綺麗で、なんか未来感ある映像流れてるじゃないですか。ああいうのがちょっとあんまり好きではないので、まあ、私はホライズンぐらいのフル HD の少し落ち着いたぐらいの映像描写感が好きというふうに思ってますね。まあ、なおかつここに7万円の差があるので、ここ7万円払ってでもあえて高スペックのものを選ぶ理由はないなと思ったので、今回はこちらのホライズンを私は選んでみました。表現に関しては私は文句はないと思っていますね。で、その描写力を持って、あ、映画良かったなっていうふうに思わせてくれるのが、小さいことなんですけど、現代シーンにあった機能性がしっかりあるというところですね。これ3つ目の良かった点です。このホライズンはですね、Android TV を搭載しているので、様々なアプリだったり、ゲームをプロジェクター単体で楽しむことが可能です。まあ、もちろん YouTube だったり、Amazon プライムビデオ、アプリもですね、Google Play Store から追加インストールすることができます。私はこの手のですね、ビデオオンデマンドが視聴可能なプロジェクターを初めて手に取ったんですけど、まあ日常における満足度が高い。もう時間あれば毎日見たいですね。ボタンを押して起動させるだけで様々なコンテンツをつなげることができ、なおかつそれが大画面っていう、暮らしの中に常に大画面の映像があるっていうのはやっぱりいいもんですね。食事中に薄明かりにして流し見することもいいと思いますし、ゆっくりとくつろぎながら楽しむ使い方ももちろんできます。もともと使用してたプロジェクターは10年前ぐらいのものだったので、DVD プレイヤーに入れて、プロジェクターと繋いで、ただ映画見るというような感覚のものに過ぎなかったんですけど、まあそういった一つのコンテンツを楽しむことに対して、どっか煩わしさだったり、片付けの面倒だったり、セットするときも価格合わせなきゃとか、小さいちょっとストレスっていうんですかね、そういうのがあったんで、そっからこの
ホライズの体験っていうのはめちゃくちゃ満足してます私。まあ、今ではリモコン1本で YouTube だったりビデオオンデマンドサービスとつなげられて、映画から音楽、作品以外の映像コンテンツなど様々なサービスを気軽に楽しみますよね。まあ、私の家はですね、3年前、2年前かな、テレビをですね手放して、そこからずっとテレビなしの生活続けてます。今でも全然テレビ全くないんですけど、めちゃくちゃ快適です。まあ、個人的にその手放した時の考えとして、まあ、テレビっていうのはやっぱり場所を取るじゃないですか。ソファーの絶対向かい側とかそういった感じになるので、動線だったりインテリアの配置に縛りができてしまうっていうのが個人的にずっと思ってました。まあ、加えてテレビ自体が直接やっぱ当たり前なんですけど光る家電のため、長時間見てることで目の疲れの原因にもなったりするとは思います。まあ、そんな点も踏まえてプロジェクターであれば場所も全く取らないですし、直接発してる光ではなくプロジェクターの投影してる映像のまあ間接光なので、深夜に見ていても本当に疲れにくいです。日々の暮らしの中で目に優しい生活ができますね。プロジェクターを使うっていう行為が生活の中の線に自然に入り込んでくれてるイメージが本当に心地よいですね。まあ、また OS がですね Google のため音声アシスタントなどにも対応している部分っていうのも使いやすいです。リモコン使って何度も操作しなければたどり着けなかった部分だったり、入力が面倒なシーンっていうのも音声一つで解決することができます。まあ、例えば動画再生してとか音量上げてとか30秒早送りしてとか、そういった感じのことを音声で操作することもできますね。で、まあ、最後にサウンド面ですね。先ほど紹介したハーマンカードンのスピーカーが内蔵されてます。まあ、ハーマンカードンといえば優れた音響技術と先進性の高いデザインが有効した上質なインテリアのようなハイクオリティオーディオシステムを提供している有名メーカーですね。まあ、プロジェクターといえば音が貧弱っていうのは本当に昔の話で、現代であればこういった高品質の機能を持った機器で映像を楽しむことができるんですよね。確かにまあ低音もしっかりと響いてくれて、あ、これ違うな、芯があるなっていう風な音質に感じました。もちろんめちゃくちゃいい、まあ、スピーカー単体とはやっぱり差は出てきてしまうんですけど、内蔵型のスピーカーっていう風に考えればもう文句は私はないですね。映画やコンテンツの視聴っていうことであれば全く問題なく十分楽しめると思います。まあ、個人的には後ろにあるんですけど、もともと繋いでいたソニーのスピーカーの音も好きなので、音の広がりだったり、まあ、粒の大きさが違うなっていうふうにあるんですけど、まあ、好みで使い分けたりしてますね。今日はスピーカーに繋いだり、今日はこっちの内蔵スピーカーで楽しんだりっていうふうに使い分けをしているような感じですね。言ったようにですね、このエクシミホライズンは映像を単に見るという行為だけでなく、実際生活している中で充実していてほしい機能などがしっかりと備わっていて、まさに暮らしをほんの少し上質にしてくれるような、生活 QOL を上げてくれるようなプロジェクターだと思いますね。という感じでベタ褒めしてますが、やっぱりもちろんです、物足りなさを感じた部分もありますので、2つ紹介していきたいと思います。まず1つ目がですね、これ電源アダプターがちょっと大きいです。このぐらいあるんですけど、電源アダプターちょっと大きいんですよ。それなりに重さもこれあるので、正直この部分は、まあ、軽いとは言えない本体の筐体とこの電源アダプターを持ち運びするっていうのは取り回しにくいかなっていうふうに感じましたね。まあ、据え置きで毎回固定してるのであればいいと思うんですけど、今日は寝室でとか今日はリビングでっていう感じで1日ごとに例えば場所を移すとか、そういった場合には少し煩わしいんじゃないかなと思いました。コードの長さにしてもね、これあと少し、これ何メートルなんだろうな、まあ、後でテロップ載せておくんですけど、このぐらいの長さになってます。これあと少し長ければなっていうふうに個人的には思った具合ですね。で、もう一つ使いにくかった点、二つ目はですね、これ初期ではネットフリックスが非対応なんです。はい、これ手にしてから私気づいたんですけど、このホライズンはですね、ビデオオンデマンドもちろん対応してるんですけど、なぜかこの XGIMI はですね、ネットフリックスに関しては初期状態では視聴できないんですよ。専用のアプリを入れて設定しなければいけないので、これやや面倒でした、本当に。アプリを入れればしっかり見ることができます。ネットとかでもこのアプリを入れると見れるっていうのは、ウェブページで参考にできる部分があると思うので、設定はそこを見てやってほしいと思います。
で、まあ、インストールはできて見れるようにはなってもカーソル操作のポインターがちっちゃい丸ですね、ポインターがあってそこにボタンを合わせてカチッと押すようなポインターがですね、これマウスの操作でしかできないんですよ。なんでだっていう感じなんですけど、かなり不便だなっていうふうに思いました。裏に USB の端子があるのでそこに Bluetooth のマウスデバイスセットして、まあ、操作をしてるんですけど、まあ、なんとかねこれ XGMI さんにね改善してもらいたい点ではありますね。 Netflix が初期では非対応っていう部分がちょっと不便だなっていうふうに思ってますね。はい、という感じで喋っていきましたが、めちゃくちゃ総評としてはいいプロジェクターだと私思ってます。実際暮らしの中で感じた、まあ、大きな点はですね、生活の質がやっぱり向上するっていうところですかね。映画を見るっていう行為だけでなく様々なコンテンツを自然な流れで視聴できて操作性も本当に快適です。まあ持ち運びもある程度はしやすいサイズなのでリビングでくつろぐもいいですし、寝室で寝ながら見るのもいいですし、部屋の感じを上げながら見るといった感じも良いです。様々なシーンで本当に活躍してくれます。で、個人的に、まあ、リアルに一番推したい点はプロ 4K 対応のプロより7万円も価格が抑えられてるっていうところでこっちの方が私はいいんじゃないかなと個人的には思ってます。この快適性が十数年楽しめるので、ぜひ皆さんもプロジェクター迷ってる方であったり、まあ、いいのないかなっていうふうに探してる方がいれば候補の一つに入れてみるのもいいのではないでしょうか。今回紹介した XGMI のホライズン、こちらのプロジェクターは動画の概要欄に製品リンク貼ってますので、ぜひチェックをしてみてください。ということで今日はこの XGMI のホライズンですね、こちらは半年間使用してみて良かった点などをまとめてみました。はい、ということでこのクマラグ生活の山小屋ではライフスタイルやガジェット、こういったガジェットだったりファッションについて日々紹介発信をしています。まあ、こんな感じで見ていただいている皆さんのですね、生活の質がちょっとでも良くなれば私はすごくいいなというふうに思っていますので、ぜひぜひ参考にしていただけるとすごく私は嬉しいです。というような感じでこれからも動画見てみたいなとか、今回の動画良かったなというふうに思ってくださった方はぜひチャンネル登録だったりいいねボタンもお願いします。それではまた次回のクマラグ生活の山小屋でお会いしましょう。バイバイ。